山田寮子です。今日なんですけれども、中国の最近のエンタメニュースをまとめて紹介していきたいと思います。そして最後は1個の知事ネタもね、紹介していきたいと思うんですけれども、この知事ネタはね、最近中国のネットでは結構騒ぎになっている知事ネタなんですね。まあ、じゃあ早速まずエンタメニュースに参りましょう。第1個はですね、ドラマ関連のニュースなんですけれども、陳哲元と張金怡の新しいドラマ、 夢花亭これは時代劇ですねこのドラマ最近クランクインしましたこれはね盲目の女性と将軍のラブストーリーですねこの二人全部まあ言詞很高顔面偏差値が高いんでストーリーもねもしよかったらいいですね ジャン・というって女優さんみんな知ってるんでしょうかね多分知ってると思うんですね。彼女は、点燃を温暖にとか、西花ホ、えー、などなどのドラマに出演しましたね。で、陳哲远は前、ジョルスとのドラマ、とうとうサン・ブ・っていうドラマでブレイクしたんですね。続いて二人目のニュースに参りましょう。こちらもね、ドラマ関連のニュースですね。ワン・ヘディの新しいドラマ、大鳳打更人」根・っていうドラマ、もうすでに 政府のこういう専門機関から放送していいよっていう許可をもらったんですねだから多分12月にこの「大フォン・ダ・グン・は放送すると思いますねでこのドラマ「大フォン大根人・ダ・グン・レ主演はワン・ヘ・ディと天ン・ウェイですねこの2人全部私が好きな俳優さんなんでこのドラマもねずっと前から期待してるんでその放送楽しみにしてます 続いて、三つ目のニュースに参りましょう。こちらもドラマ関連のニュースですね。優秀詩の新しいドラマ、ション・っていうドラマ、最近クランクインしました。これはね、現代の物語で、で、みんな知ってますか私、危うく優秀詩本人に会ったんですよ。危うくね、<laughs> 会ってなかったんですけれども。実はね、今週の金曜日と土曜日、彼女は、 玄玄武武湖、湖。南京の玄武湖私、サブちゃんのチャンネルでもね、まあ、シュでラーニングしたの Vlog みたいな動画も上げてたことあるんですけれども、うちの近くにあるんですね、自転車で多分20分くらいでそこに行ける玄武湖。ウフ優秀人はね、そこでドラマ撮影、このドラマ、シュンクエの撮影してたんですよ。昨日土曜日、実はね、私、玄武湖に行ったんですよ。まあ ワンちゃん優秀人に会えるじゃないかなって思ってそこに行ったんですけれども、でもね、私、途中まで待って <laughs>、去っていたんですよ。そこに残って優秀人を待ってたファンの人たち、本当に優秀人撮ったんですよ。ほんまに優秀人、本人、生の優秀人見たんですよ。ちょっと残念だった。私、他のところに行きましたね。 でもね、ここから1ヶ月優秀人は南京でこのドラマの撮影やるんですよもしこの1ヶ月私積極的に <laughs> 外にいたらワンチャンワンチャン特化で優秀人に会えるかもしれないワンチャンそしてこのドラマ「ション・グ男の主人公の俳優さんは葵宇っていう俳優ですね正直この名前聞いたことないんですけれども、えー、ちょっとだけ検索してみたらこの人は 少年白馬醉春風とか、宇宙行にも出演したみたいですね。<laughs> でも知らない人です。でもね、噂によると、この人はね、なんと、多分毎回彼が出演してるドラマ放送してたら、彼はね、ドラマの中に出演した女優さんとなんか付き合ったとか、みたいなゴシップ出てきちゃうような人物みたいですね。で、みんなのコメントがですね、え、優勝し 本当にドラマを脚本を選ぶ時全然相手役の人の知名度とか見ないタイプですねって <laughs> 言ったんですね相手がまあめっちゃ有名であろうと、まあ、そんなに人気がないであろうと一緒に共演する人なんですねってこういうコメントを見かけたんですね、まあ、ほんまにこの人のこと知らないんですみんな知ってますか何言っていう俳優さん続いて4つ目のニュースに参りましょう 前、ヨンイエシンフドラマの特集の時私も紹介したことあるんですけれども中国ではこうドラマ放送する時一つの指標みたいなものは熱度ですね注目度みたいなのっていうものがあるんですね。でヨンイシンフっていうドラマは VTV テンセントのプラットフォームで放送されてたんですけれども、えー、当時ね ティンウィシは、もし、この四夜新河とっていうドラマ、えー、VTV での熱度、注目度合いが、こう、2万8000を超えたら、自分は、バンジ、バンジジャンプをするって、当初約束したんですね。で、最後、四夜新河の熱度無事、3万を超えたんですね。で、ティンウィシは、ほんまにバンジージャンプをやったんですよ。こちらになります。 これに関してちょっとね、補足情報ですね。実は今中国ではドラマ放送するとき、いろんなプラットフォームがですね、自分のルード、こういう指標はあるんですね。で、こうドラマ出演してる俳優さんたち、みんなよく目標を決めるんですね。目標っていうか、例えば、えー、今回このドラマ放送してて、ルードがどんぐらい超えたら私何々します。で、 こんぐらい超えたら私何々します。こんぐらい超えたらまた何々ようなことをするとかみたいなよく約束するんですね。今回 4A 進化だけではなくて今までたくさんのドラマもね、全部その出演している特に主演たちはね、このような約束したんですよ。 今回はね、デ、え、ィーウィはバンジージャンプやったんですね。ちなみに夜、ヨン・シンフはこのドラマの公式アカウント動員、TikTok でのね、フォロワー数はすでに600万を超えました。みんなこの数字わかりますか普通、ドラマの公式アカウント、そんなにファンつけない、つかないんですよね。でも、私ね、昨日の夜見たんです。昨日、土曜日の夜見たとき、ヨン・エシンフの このドインデののウン公式アカウントのフォロワー数すでに639.3万だったんですね。で今中国のドラマ全部のドラマの中で四栄新舘の動員での公式アカウントのファン一番多いんですね。で2番目はチン・ユニャンで301.6万なんですよね。1位と2位この差結構でかいんですね倍なんですよね。 もちろんねドラマの公式アカウントのフォロワー数は全てを表しているわけではないんですけれどもでもねこの数字もね一定の何かを表してるんですねえ続いて5つ目のニュースに参りましょうこちらもねまた優秀新関連のニュースなんですけれどもえ中国ではねこういう言い方あるんですね五大女五大女性雑誌みたいなの こういういいまた称号みたみななもんんがあるんですねなんか中国人はよく何代五代四代三代何々とかみたいなのがこうつけるがちなんですね。これもね「五代女観五代女性女子雑誌」のこういう言い方はあるんですね。この五代五つはこちら「史上八尺 Vogue」でこれ「絵で」で読めない。えーで次は シ尚シャンコスモで次は家人。この5つの雑誌はなんかめちゃすごい雑誌らしいですね。中国の芸能界ではこの人は人気であるかどうか判断する基準はめちゃくちゃ多いんですね。もちろん、ウェイボーのフォロワー数もその一つやし、ドインのフォロワー数もその一つやし、あとコメントの数とか、いいねの数とか、リツイート数とか、あとね、この人が勤めてるアンバサダー。 の数にもよるし、そのブランドのランクにもよるんですね。ディオール、ビトンのアンバサダーとか、それとも一般の全然、えー、無名のブランドのアンバサダーとかも全然違ってくるし、あとは例えば中国の芸能人、よくレッドカーペットを歩く機会めちゃくちゃ多いんですね。で、この時特に女性芸能人はですね、その時来てるめちゃくちゃゴージャスな ドレスはねブランドものもあるし多分ん、まあ、そんなにブランドものではないドレスもあるんですけれどもその時ファンの人たちよく比べるんですよで今回私の推しが着てるドレスはどこどこのブランドのガディン中国ではねファンの人たちめちゃくちゃガウディン気にしてるんですよ私の推し今回もガ え来てレッドカファンの人たちはよく私の推し今年どんくらいのガウディーン来たとかみたいのいろいろファンたちがね比べちゃってるんですよ。でこの有名ファッション誌の表紙を飾ることもね一つの指標なんですね。例えばこの5つの 有名雑誌の表紙全部飾ったことあるなら「いやこの女優さん女性タレントさん絶対めちゃすごい絶対人気えぐい」になるんですね。っていうかもうその地位がすごいっていうことになるんですね。もし自分の推しがこの5つの雑誌の表紙に飾ったらファンたちは大喜びしますね。で最近優勝新人生初めて この5つの雑誌の中の1つの雑誌の表示に飾りました。それはですね、シュシャンコスモ、多分呼び方はこれですね、の表紙に飾ったんですね。しかも、なんとなんと、今回彼女は記録を更新しました。その記録とはね、中国国内女性タレントの中で雑誌の売り上げナンバーワン、 この記録を更新しました。前はずっとディリルバだったんですね。ディリルバのシシンバーシャの雑誌、その時の売った数はこんぐらいで、で、その売り上げは1158万だったんですね。で、優勝心の雑誌、これ21日に、今月21日に、えー、リリースした。わずか1日でルーバーのこの記録を更新したんですね。 で、今のところ現時点では、えー、中国女子の雑誌の売り上げの中だと優秀人が1位ですね。で男女全部合わせたら優秀人今2位なんです。1位は誰でしょうかみんな当ててみましょうか。まあ、超有名な俳優で歌手でもあるんですね。昔アイドルやったこともあるしダンスめちゃうまい。誰でしょうかはい、それはですね。ワン・イボです。 ワンイボ2020年のとある雑誌の、まあ、売った本数はこんぐらいで、で、最後の売り上げは、こう、2511万だったんですね。今回、この雑誌リリースしてて、ヨンエシンフ一緒に共演したティンユー氏は、なんとなんと、1218セット買っちゃいました。1セットは2冊入ってますね。でも、この1、2、 18は勇衆心の誕生日なんですね。だから、丁寧氏はこの数の雑誌を買ったんですね。で、こう、一緒に四シ心肺に出演している朱秀丹っていう女優さんは、え全部で520冊の雑誌を買っちゃいました。中国では520、この3つの数字がですね、発音は我愛にと似てて、だから、まあ、朱秀丹は 五百二十冊の雑誌を買っちゃいました。そしてまた四夜新婦一緒に共演した劉大哥のその俳優さん楊仕則、彼もねこう二百四十六冊買っちゃいましたね。そしてこのドラマ四夜新婦の制作の人ワンイフはなんとなんと三千冊買っちゃいましたね。でこの雑誌のその相場定価は 四十五人民元ですね。要するに、まあ、政策の人、ワン・イシュはこんくらいのお金払っちゃった。で、ティン・ユーはこんくらいのお金払っちゃった。チュー・シューダンはこんくらいのお金は、ね、払っちゃった。で、ヤン・シューザはこんくらいのお金払いました。ってことになるんです。で、一部の人がですね、これを見て、シンプルに思ったのがですね、この人たちこんくらい買って、 で最後その雑誌もらったらその雑誌の処理どうすんの他の人に送るとかするんですかねとかこういう質問を抱いてる人はいるんですね。正直私もちょっと思っちゃうんですね。あんだけ買って最後どうすんのよ多分他の人に配るかなわかんない。 えー、続いてのニュースに参りましょう。これはね、女優さん、リン・ウィン。彼女のことを知ってる人多分そんなに多くないか。彼女あんまりドラマの出演しないかな。メインは映画だと思いますね。最近ね、彼女のそのスタイリストを。 めちゃくちゃゃく話題になってて前、Vogue のイベントの時彼女の全身コーデめちゃくちゃ注目されましたね。みんな全部高評価だったんですよ。それはね、彼女は自分の肌を黒くしてめちゃくちゃそのワイルドな雰囲気を演じましたね。前回はこのような感じだったんですね。本当にめちゃくちゃ綺麗ですね。で今回彼女 またたもう一つのコーデをやったんですね。中国ではね、ノーシーっていう伝統的な劇はあるんですね。で、今回彼女はこの劇の中のコーデをしたんですね。このような感じの動画を出してたんですよ。超綺麗。少なくとも私は思います。めちゃくちゃ綺麗ですね。いや、もしね、BGM をつけたらもっと と良くなるんですけれどもまあその著作権の問題でただ画像だけみんなにお見せしますねマジでめちゃくちゃ綺麗ですねちなみにさっき優秀心の雑誌の時私その5つのえー、女性雑誌とか言ったんですね優秀心は今年5つの雑誌の一つに 登場したばっかりですね実はねこの林ンウィンに5つの中の4つの表紙を飾ったことあるんですよ。中国ではねやっぱり俳優の中ででもランク付きあるんですね映画出演の女優さんたちのランクの方が上なんですよ。ドラマの女優さんたちのランクは下なんですよ。映画が一番上ですね。 え続いてのニュースにもやりましょう。これはチャールズに関係するニュースですね。最近ね、多分、なんかみんなのコメントを <laughs> も見かけたことあるんですけれども、中国国内でもね、このようなコメントあるんですね。チャールズの顔、ちょっとね、いじったんじゃないかな、みたいな、こういうコメントあるんですね。でこれに関して 最近、トルウスはライブ配信の時にこのようなことを言いました彼女はね、えー、なんか今のあんたたちはずっと言ってる昔の私の方が綺麗ってでもね、昔その時全然私綺麗って褒めてくれてる人もいなかったしみたいなことを言ったんですね。動画はこちらになります。我以前 然后现在又说我以前好看，你说这个是该高兴呢，还是不该高兴啊？其实以前是好看的，对吧？以前又说我丑的那些人站出来。<laughs> はい、彼女はこう言いましたね。まあこれは間接的に自分が多分顔のとかをいじったりとかすることをなか認め。 たことになるじゃないかなってちょっと私思うんですけれどもあでもこの整形とかが言いたいわけではないんですね私が言いたいのは他の中国の人のコメントなんですね他の人のコメントがですね彼女の心はそんなにタフじゃないんですね要は彼女はま周りに影響されやすいんですね昔他の人ずっと彼女を攻撃してて美女ではない え普通ってずっと言われてて、で彼女はなんか心を持たなくてちょっと顔をいじったりとかしてたんですね。で今度みんなはね、え昔の方が綺麗なのにって他のたくさんの人が言ってて、彼女また動揺しちゃったとかみたいな感じのように見えちゃうんですね。彼女の強い信念っていうか、そんなにまだ強くないんですね、心が。 これはね、本当に、まあ、いいところでもあるし、悪いところでもあるんですね。例えばね、昔彼女のメイクはね、他の人に、まあ、ディスられてたことあるんですね。その時は、プロの、そのメイクの人を宿って自分のメイクをしたんですね。で、そのメイクは中国のネットミにボロクソ言われたんですね。で、その後、彼女は自分でメイクをするようになったんですよ。でもね、 彼女、自分でメイクをするようになってて、またボロクソに言われたんですね。で、その時のコメントが、え、なんでプロの、そういうメイクの人を雇わないのなんで自分がやるのやめ、あんたのメイクめっちゃ下手ですよみたいなコメントめちゃくちゃ多かったんですね。で、多分彼女も戸惑っちゃったのかな。昔、プロの人を雇って、で、その時ボロクソ言われてて。で、今、自分、 でやって、またボロクソ言われてて彼女もね。本当は難しいんですね。何やっても叩かれるって他の人が言ってたんですね。でもこれに関してはですね。人気であればあるほど、その強い心を持たないといけないんですね。まあ、人間こう1つ一つのその言葉。 が宿っている力めちゃくちゃゃくすすごいんですね。まあ、私もたまにそんなに多くないんですけれども、一個二個の良くないコメントがあるとき、結構やられちゃうときもあるんですけれども、彼女の場合 <laughs>。 もうあんだけ人気なんででしかもアンチの人めちゃくちゃ多いんですね彼女に向かってるアンチコメントもめちゃくちゃ多くて <laughs> それはまあ、精神的にいつ病んでもおかしくないほどの数があるんですねそれはね本当に心が強くないとやっていけないと思いますよ で、最後のもう一個のエンタメニュース、またドラマ関連のニュースですね。最近、ディリー・ルーバーとチェン・フェイユーの新しいドラマ、ムー・シュツーツっていうドラマを撮影してるんですね。これは時代劇で、で、最近ネットではこちらのような二人の掛け合いの動画を見ちゃったんですけれども、えー、この動画の中でチェン・フェイユーはめちゃ自然にルーバーの手を繋いだんですね。これはも 別に撮影とかやってない時ですね。自然に、えー、の手をつないだんですね。で、その時 <laughs>、その動画のコメント欄めちゃくちゃ面白かったんですね。それは、陳飛宇、に把手を我撒て帰る。もうあるし、であと、自从这个戏開拍、我刷到的路透陈菲宇、没有一个不是責着大牙的であとね、陈菲宇、に命真好、えー。そして、陳菲宇、 に言うんだみんばいまさかいらんわらい言みたいなコメントめちゃくちゃ多いんですね。全部ね、ジョーバ好きな人が、チェンフェイユへの、こう、ネタ見のコメントですね。はい。え、エンタメニュースは以上になります。最後はね、最近中国のネットでめちゃくちゃ騒ぎになっている時事ネタを紹介していきたいと思います。これはね、全部の中国の女性に関係する 時事ネタですねこれはね女性たちみんな全員が使うナプキンに関するニュースですねことの発端は、えー、中国のネットではとあるネット民がねこう ABC っていうナプキンのブランドがあるんですけれどもこのナプキンの長さに関してちょっと疑問を抱いたんですね普通ナプキンのパッケージの外だとこのナプキンの長さは 何々センチっていうのを書いてあるんですけれども、このネット民が気づいたんですね。このナプキンの ABC のこのブランドのナプキン、なんとね、書かれてあるその長さより少しだけ短くなっちゃってるっていうことに気づいたんですね。で、ABC っていうブランドだけじゃなくて、他のブランドもね、多少全部ね、その長さかけてるんですよ。っていうことをネットに発信したら、ABC ブランドの その返事がですね、こう、1センチや2センチのこういう誤差は許される範囲なんですよ。これはめちゃくちゃ普通なことなんです。もしこれ納得いけないんやったら別に買わなくてもいいんですよっていう返事をしてたらネット民の反感を買っちゃった。えー、で、そのネット民の返事はですね、じゃあこの1センチや2センチの誤差あるのは普通のことやったらなんで全部 1>, 1センチや2センチかけてるの ?1 センチや2センチを伸びてるわけではないのっていう質問をしてたら、さらにネットではね、多くの人がこの事件を注目してて、そこからみんなはね、さらにナプキンに関していろんな問題見つかったんですね。例えば、えナプキン生産するとき、もちろん国の ルールに従わないといけないんですね。そこでみんな驚異的なことに気づいたんですよ。ナブキンはですね、C のこのレベルに合格してたら OK っていうのあるんですね。で、この C のレベルっていうのは何でしょうって言ったら、実はね、こういうものがあるんですね。こ国家繁殖产品、基本安全技術规范。 まあ、国が定められてたというものがあるんですけれどもでナプキンのような繊維製品はですね最終的な使い方用途に応じて A 類、B 類、C 類に分類されます。でこの C はですね一番下なんですよ。C の時はこう直接に肌に接触しないものの時は C の標準でっていうのはあるんですね。例えばコートとか粒とか、こう直接肌に触らないものはね、C の標準なんですね。要は C の時はね、この安全性能の要求がね、比較的に低いなんですよ。でもこれはナプキンですね。ナプキンの時は C なんですよ。 さらに驚異的なことをみんな見つかったんですね。女性用のナプキンは C なんですね。まあ、今回私これ見て、まあ、2点驚いたことあるんですけれども、まず男性用ナプキンもあるってことをちょっと驚いましたね。で、そして男性用のナプキン、なんとなんと C ではなくて A なんですよ。A なんですよ。 男性用のナプキン A で女性用のナプキンは C なんですよ。そして一部のネトミン。 もう言えたんですね。自分が海外に、例えば旅行に行った時とか、海外のナプキンを使った時、その使い勝手めちゃくちゃいいとか言ったんですね。で、海外でそのブランドを使って、うん、なんかいいねって思って、中国国内に戻って、またそのブランドのものを使ったら、全然海外の時と違った。海外の時はずっと使い勝手が良かったって言ったんですね。 それは、ね、中国用と海外用のものが違ったりとかするんでしょうかね実は古くからこういうのはあったんですよあ,あったかもしれないんですねあんまりねこう100倍言えたらあれなんですけれども昔からねこうネットではこのようなコメントを見かけたことあるんですよ例えば、まあ、海外のブランドだけではないんですね中国国内のブランドもそうやし 昔,昔からこういうコメントを見かけたことあるんですね。私が言ったわけでではないんですねそれはですね中国のブランドがものを海外に輸出した時海外のなんていうか要求めちゃくちゃ高いんでだから海外の人に提供しているもの全部高水準のめちゃくちゃいいものを海外に輸出しててでも中国人に使われてるものは全部低水準のもの。 そんなにクオリティ良くないものが中国人に使われてんの使わされてんのよっていうのねえ見かけたことあるんですね私が言ったわけではないんですねえそこでさらに中国のネットではたくさんの女性がこういうコメントをしたんですねえ昔毎月自分のあそこはねこういう毛南縁毛農縁があったんですね 昔ね、自分全然、これめちゃくちゃプライベートな話っていうか、あんまりその、声を大にして言えないことなんです。言えないっていうか、その言うのは恥ずかしいことですね。だから、今までね、ほんまに、その、聞いたこともないし、見かけたこともないんですけれども、でも今回、このナプキン、 の、この安全面の問題が起きてて、たくさんの女性がですね、ネットで言ったんですよ。あ、本当に私も生理の時にあそこ、 この、猛農園起きちゃったことあるんですよ。で、その時、自分を疑ったんですね。もしかしたら自分はなんか、不衛生なことをしちゃったのではないかな。そんなに頻繁にナプキン変えてなかったかもしれないんで、自分を疑ったんですね。今までずっとナプキンのこと疑わなかったんですね。まさか自分ではなくて、ナプキン自体に問題があるなんて。で、たくさんの人が、女性がね、ネットで書いてたんですね。実はね、私も <laughs>、こういう経験あったんですよ。でもね、ほん、 マジで言う,うの恥ずかしいっていうかこう何日過ぎたらこう直す自然に治すんで全然こう気にかけたこともなかったんですね。でも今回このことがあってなんか全ての元がわかるように原因がわかるようになってるんですね。でたくさんの女性が怒りで、まあ、ネットでは言って たたくさんんのことを書いちゃったんですね。例えばあ国はね、まあ、今中国少子化の問題めちゃくちゃ深刻になっててでたくさんの女性はね結婚もしたくないし子供も産みたくないんですねもちろん国は焦ってるんですねこうずっとねお前らあ、まあ、ずっとあんたたちもう早く結婚しなさい子供たくさん産みなさい <laughs> っていうことをやってるんですけれどもで ちょうどね今回たくさんの女性がですねネットでは私もね国のその呼びかけにこう結婚早く結婚したくて子供も産みたいんですけれどもこんな毒が入ってるナプキンなんてこう使って子供なんて産めないんですよとかねみたいなちょっと皮肉なコメントを書いてる人もいるしであと今女性がね子供産みたくないっていうのは全部ナプキンのせいだよこういう 毒ナプキンを使ってる、こういうメーカーで、ね、全部、罰、えー、を下せよみたいなコメントを書いてる人はいるんですね。これはね、まあ最近中国のネットでめちゃくちゃ騒ぎになってるニュースですね。はい。今日の <laughs> 芸能界のエンタメニュースと知事ネタの紹介は以上になります。ではまた次回でねバイバイ